ここは手でやるんですね。振動展開きた。このゲームの一番やばいところは盤面こうなんだよね、カードを置くときが。あとマナガね、そう、マナガね、間から見るしかない。いきます、最初はグーじゃんけんぽい。はい、いこうでしょ。先行で、はい、ゲームハンド埋めて終了で、はい、アクアサファー埋めて1マナ、マリンフラワー終わり。はい、倒します。戻っぴとぺチャージして言えなかった。スパカルやばい、終了で、しかも補充がつきました。やばい、きついな。ファーストテーブルになります。2マナで終了して、はい、2分埋めでターン終了。はい、反発します。ドローでクルブロックチャージして、はい、1マナスパカル。はい、え、きついきついで、厳しい厳しい。ちなみに下、こいつハードブレイカーですね。やばい、こっちにつけます。普通にやばい、行きます。ダブルブレイク。よいしょ、デモハンド。お、強い。まあ、普通にここへ行きます。はい、じゃあ下行って、こいつ補充なんで死んだらワンドローします。白で、はい、ドロー、ワンドローいって、はい、4マナでサイバーブレイン。うわ、強い。スリードターン終了。はい、アンタップします。ドロー、デーモンハンドチャージ。はい、そのままで、はい、戻るピートーテ。はい、はい、ダブルブレイク。普通にやばい。ほいセーバーブレイン。あー、スリードこれがなんかすごい。ターン終了で、はい、邪魔だなこれ。じゃあドローします。真ん中が空いたから相手の真ん中が見えるんだ。情報アドバンテージ取ってくるのおかしくない。なので今な、シビリアスだっけ。はい、そいつパワー高いな。6000です。6000じゃ勝てん。シビリアスだっけ。一問目見ます。マリンクラブ。はい、お、画期的。クソ悪いけど、だー、トリガーだった。ちょっと待って、いけ。はい、トリガーチェック。はい、ないです。3終了。どう、はい、よし。はい、1制限。はい、5マナ。はい、あー、なるほど。どうぞ、ノックアウトします。はい、ブレイクしたいです。そのブレイクは通します。はい、ロックですね。アクアサーファーパンスで、はい、オンデーワンドローします。はい、後ろでドロー、モノで今のシンクアスパラフィー。はい、ドロー、よいしょ。6モノパスト。おはい、パンチ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 、え、バイバイ。悲しい、強すぎ。普通に強い。全然戦えるんだけど。最初はグーグルジャケットっぽい。一マナ。はい。スパセンサー。嘘でしょ。下がる。はい。ハンドで。はい。こう。じゃあマリンフラワー。ハンド。はい。あとは引くだけ。今の。はい。下がる。はい。うん。強いな。はい。なあ、引かない。シール出したっけ。もう行けたんだ。嘘でしょ。なんで毎回1パーから2枚持ってんの。はい、まあサーチしたしね。関係ない、関係ない。着地上げやん。はい、はい、またダブルブレイクするんで。やば、ここはっ終了で、これ通るとやばいな。これで気に6000を処理する術がないんで。そもそもの問題として処理きつすぎるな。アクアフルカスワンドロー。はい、ワンドローか。でも1枚です。なるほど、これは下手にリソース与えると死ぬな。終了で、はい、スタートします。どう、2軽減。はい、と自身の2軽減で税限り。はい、で効果は出た時敵2体にプリン効果。なるほど、やばい、ロッカー2体止めます。やばい。はい、でハードブレイカーなのでトリプルブレイク。やってきた。やめてくれ、やめてくれ、やばい、やばい。誰だ、誰。やばすぎる。強かったっすね。パーフェクトでいい。最初はグーグージャケンポン。はい、これでしょ。じゃあ、またカーブで終了。やばいな。
注文マリーフラワーでお願いします。あとはもう引くだけ。はい、お願いします。引かんなきせ。今な、引っ張る。うますぎんか。終わりね。はっ。いやー、弱い。俺がまだに愛されてる。楽しいけど。はい。やろ。1マナで、はい、ボリュームな。はい。はい。強はい。2マナ。スパイアル。はい。パンツ。何いくぜ。はい。なるほど。白で。はっ。終わった。これはやばい。ちょっと弱すぎますね。マリンフラワーとかガードだし、単勝だ。めっちゃブロッカー並べるよ。よし。はい。十分。ふざけやな。え。トリプルメイク。頼む、頼む。なんで、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 なんで。一枚ブレイク。やめて。大変だね。いや、俺は切らねえ。なるほど。ブロッカーも見てるじゃないですか。どこでしょうか。何仕込みました。ブロッカーサーファーです。了解です。単勝秒。はい。ドロー。これは並べるべきだな。チパカル。はい。今日、こいつか何ですか。アタックしたいな。ちょっと考えます。いや、受けましょう。はい。どこでしょう。こいつ、こいつ、はい。ここはチパカル並べると軽減がなくなるんだ。なのでパイの、はい、今日もエメラルが一生使わんだ。ああ、増えないですもんね。東部。はい。うざ、終わり。もう、でも毎ターン飛んでるから小高しい。うん、別に俺はこの一番上のゼガギドを引き続ければいい。それにきついよ。はい、ドロー。ああ、強そう。やめてよ。はい、チャージ5マナ。はい、5マナ闇番。おい、やばいやんけ。はい、どこに仕掛けたか。並びます。足だけだったんじゃないか。負けるだけだったんじゃないか。足だけ。こいつアタックします。どう二人で。どう、え、でも本当ですね。ついに。やめやめ。三十秒。いや、もうきつい。一人目な。もうきついよ。え、しかもパワーがいません。やばいやん。少し4000じゃないか。ドッカンカード減らしてはいいんじゃないか。ワンドロします。そのワンドロ普通にやばい。終わりで。どう見てどうしようもない。4マナ。はい。サイバーブレイク。弱いな。弱いな。なんでこんなに弱いんだろう。みたい出して。ブロッカーありすぎでしょ。楽しいよ。はい。そろそろ在庫尽きてきた。どうすん。いや、もう限界。限界が近いっす。はい。2マナ。はい。アシットダールカーン。はい。マイナス2000。うそ。あたー、ロックロック。終わり。ロドカーン。いや、いけそうだったんだけど、アスバルリーフを引かなかった。引かなかったのが範囲だな。最初、ブームジャケット。はい、これでしょ。いつも先行っすね、俺ら。ほんとやで。でも判断見て終わりで。そう。シャドウブレインを見て、何方が終わり。はい。何番を見て。トリムナー。はい。トリムナーは優しい。でも4000。4000はやばいね。進化。アストロビー。わお。これで戦い。終わり。そのね、スパイナル。6000以下バウンスできるんですけど、リーフ戻すのはちょっとあれなんで戻しません。はい。終わり。ドロー。はい。今、シール出したけど。はい。これから進めて。はい。うわー、強い。タッチ。はい。白。セバブレイ、サドル。うわぁ、赤ガード、シュレシャドウクラッキング、マイナス5000。オパン、終わり。マリンパウダー、はい、ストップ進化、サドル。マリンパウダー、はい、進化、サドル。引きすぎでしょ。ごめんなさい。はい、終了。はい、はい、強いなぁ。ごめん。はい。ルナビークに。はい。ここにする。効果は。効果はつけたら2ドローです。は？強い。はい。終わり。さっきまで3ドローした人が何言ってるんですか。いや、俺の3ドローとそっちの2ドローは違うじゃん。次、バイバイロストソロ。うん、マジか。勝った。終わり。トップ勢限り。うん。お、強い。
正直それ出されるぐらいならまだあれの方が良かったけど。今のエネロ。運命回収。うわー強い。一回。はい、渡します。あの一点は必要な。今の。はい。足と。あらら。マイナス2000。はい。はい、でパワー発生なんでリフォームいたします。やっぱり手札さんですか。仕掛けろ。はい、仕掛けろ強く手間ほど。はい、補充なんでお願いします。はい、話が違うよ。終わり。ドロッカーが強い。一緒に。はい。アスラセンサー。はい。エロイユ。はい。この。はい。いきます。はい。で、リーフと、うん。足だけ。はい。で、お願いします。はい。マジで。どう？これ、パス。ドロッ。パスを取る。はい。赤が。あれ、ヒクロ。おぉ、6マナ。はい。ゲームハンド。赤い。何？悪い。はい。あー。言うてブロッカーおるし。ドゥーディデデデデ強っ。死ねえ。おら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 ずる。すげえ。はい、というわけで今回使用した穴からリーフのリストがこちらになります。2003年度の公式大会優勝構築ですね。まあ、デッキの戦い方としてはアスタルリーフのドロー、まあ、サイバーブレインもドローですね。であとしびれ足だけでマナ加速してって、相手の手札はロストソウルで勝って、盤面はデモハンドでしょって、6打点作って、最後カーストーテム立てて殴って勝ちです。相手のバトルゾーンにブロッカーがいた場合も、クリスタルパラディンでうまいこと受距離ながら打点作って殴りに行くことができます。まあ、多分当時の環境だったら10マナ貯めて、最後カーストーテムプラスクリスタルパラディンで相手のブロッカー剥がしながら6点入れるのかなとは思います。これらのカード2003年までに出たカードだけで構成されてるんですけど、まあ、アスタラルリーフ、サイバーブレイン、カーストーテムあたりが現環境で余裕で通用するぐらいのぶっ壊れカードなので、スターターデッキぐらいだったら全然ボコせました。まあ、それで何気に面白かったのがカーストーテムですね。こいつシールドトリガーそのものを封じるので、オーラのトリガーも封じれるんですよ。まあ、これがね、何気にやばかったです。あとはまあ、2003年当時ということもあって基礎パワーが低いんですけど、デーモンハンドのおかげでね、大体のクリーチャーしょれるので、まあ、これもかなり強かったですね。まあ、というわけで暇な方はぜひ作ってみてください。それでは。